はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本常磐線水郡線の水戸駅に来ております。 E531 系というと10両編成グリーン車付きと5両編成付属編成が走っております。その E531 系のうち本日ですね、ものすごくあるものが見やすくなっている編成がありました。いいことか悪いことかというと動画を見てからのお楽しみになります。では本日もよろしくお願いします。まもなく終点、はい、
列車は12時7分発。